おはようございます。それでは定例の会見を始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私から冒頭1点、申し上げたいと思います。明日北海道新幹線、新青森、新函館間が開業いたします。私も祝賀会に参加しようと思っておりますけれども、改めて開業に向けて取り組んでこられた関係者の皆様方のこれまでのご苦労とですに心から敬意を表し、お祝い申し上げたいと、このように思います。帰りますと、2004年の12月、にですね、正式に建設をするということを政府与党で合意をして、2005年の5月に着工をされてから、10年で完成を見たわけでございますけれども、当時は私も政調会長で、また与党の新幹線建設推進プロジェクトの座長代理という立場でございましたし、また国土交通大臣が北川国土交通大臣でございまして、この北海道新幹線ということについては大変、これまで思い入れもありますし、また関わってきた一人としてですね、新幹線がいよいよ津軽海峡を越えて北海道に延伸するということについては大変感無量でございます。これがこれから北海道、また特にこの青森県を含めた西間地域のですね、経済の活性化や観光等にですね、大きな役割を果たすのではないかというふうに期待をしております。でご案内のように今新幹線はですね、上下分離といいまして、この新幹線のレールについてはですね、公共で、すなわち国と、それから道県、また市町村が半々ずつ負担をして、いわゆるレール軌道を作りですね、それを JR 北海道が借りる形で、受益の範囲で、使用料を払ってですね、運行すると、こういう仕組みになっているわけでございます。したがってこの新幹線の建設にはですね、国民の税金、また北海道や青森の皆さんの税金が使われているわけでございまして、やはり官民挙げてですね、この新幹線を活用して、経済の活性化やですね、観光振興等にしっかり取り組んでいくということが大事だというふうに思っておりますので、我々としてもですね、しっかりと地方の皆さんと連携を取りながらですね、この北海道新幹線の活用に向けて引き続き努力をしていきたいというふうに思っております。また今札幌延伸に向けてですね、工事が着々と進められておりますけれども、早期開業に向けて1年でも2年でも早くですね、これが開業できるように引き続きしっかりと取り組んでいきたいと、こう思っております。以上です。はい、どうぞ。衆議院選挙制度改正で、はい、自民党は定数削減のための当面の対応策とすると労働削減で、新たな計算式を作りました。アダムズ方式に準じたような形で、議長の方から当面透明性のルールとか、公明党が10年の労働削減で指摘していた問題点に対応したものというのが自民党の考えなんですが、こうした新たな手法を組み立てていただきたいと思います。自民党がですね、削減の具体的なやり方について取りまとめたということは自民党からは特に聞いておりませんので、そのことについて、こちらがコメントする状況にはないということをまず申し上げておきたいというふうに思います。でもしそういうことであればですね、今先般議長からですね、具体的な思いという表題ではございましたけれども、これまでの各党との協議を踏まえて、一定の見解が示されております。その見解について、
来週月曜日にですね、各党の考え方というものを議長に報告をするということになっておりますので、もしまあ自民党がそういうことであればですね、議長にきちっと報告をされるのではないかと、私どもとしてはそれを受けてですね、議長からご指示があれば、そのことについてまた検討しなければいけないと、こう思っております。これまでの経緯というものを考えますと、先般、議長から、これまでの各党との、協議を通じてですね、議長の考え方を示されておりますので、やはりこの議長のお考えというものを、私もとしてはやはり重く受け止めて、その議長の考え方に沿ってですね、今日これからまた党内の政治局本部を開催いたしますけれども、党内で議論をしたいというふうに思っております。はい。私どもはですね、やはり、できるだけ直近の人口動態に基づいてですね、アダムス方式で配分すべきではないかと。というのは、国勢調査は大規模であれ、中間であれ、人口についてはですね、同じ調査をしておりますので、やはり最新のものを踏まえてやるのが一番いいのではないかということで、15年国調というものに基づいて、アダムス方式で都道府県間の配分をし、一票の格差の是正を図るべきではないかと、こういうご提案を申し上げたんですけれども、議長の方からですね、制度の安定性という観点で、大規模国勢調査に基づいて都道府県間の、定数の配分をするという方針が示されておりますので、議長からも公明党の考え方については、15年国調ということは承知をしているんだけれども、各党との協議の中で、私としては大規模調査をもとに、都道府県間の配分をすることが制度の安定につながるというふうに、考えたので、ぜひ理解をしていただきたいということでございますので、私どもはこれまでの経緯を踏まえて、やはり議長の最終的にやはり取りまとめなければいけませんから、私どもの考え方を主張しているだけでは、やはり成案を得ることはできませんので、議長の判断を尊重するという方向で、今日、党内の政治改革本部で議論をしたいと、こう思っています。はい。そこは議長が最終的に来週のその各党の考え方に基づいて引き続き議長がどういうふうにそこを判断されるのか、そこはよく我々としても見守らなければいけないと思っています。私どもはあくまでも考え方としては2015年の国調でやるべきであると、党の考え方と言われれば我々はそう考えているということです。我々はそういう議論をするつもりはありません。あくまでも議長が示されたことについてどう考えるかということを今日政治局本部で議論したいと、こう思っています。はい、どうぞ。まずは来年度予算の中に待機児童対策について予算、盛り込まれておりますから、そこをやっぱりしっかりと執行すると
ということは必要ですし、当然、そういう中で短期のものと中長期のものと両方提言してますので、さらに必要予算が必要ということであればですね、当然、予備費を使うなり、補正をやるなりですね、そこは柔軟に対応していかなければいけないというふうに思ってます。社会保障と税の一体改革で言いますと、やはり社会保障 の、 来年の4月からですね、消費税引き上げるということは法律で明記されているわけですけれども、それによって社会保障の財源のベースが上がるということは非常に大事なことだと思っております。その上で、さらに必要があればですね、一般財源等を使って、当然やるべきだと思いますし、やはりその社会保障全体の財源のベースが上がるということが、実は社会保障と税の一体改革の大きな意味ですので、私どもとしては来年4月の実施というのは、そういう観点からもですね、社会保障の安定、また拡充という観点からも、予定通り行うことが基本ではないかというふうに考えております。はい。やっぱりベースが上がらないと、今のじゃあベースで、そういう財源を確保できるかというと、これはなかなかやっぱり難しいというふうに思いますので、やはりこれは待機児童問題だけじゃなくて、子育て支援を含めて、また他の年金や医療、介護も含めてですね、やはりしっかりベースを上げるということは、社会保障と税の一体改革の大きな意義であるというふうに理解しています。これはまずは今年度予算、来年度予算ですね、来週早々にも成立する見込みになってますので、そこをしっかり執行すると、そういう、その上で、必要があればですね、機動的に対応するということは、これは当然だというふうに思ってます。はい。これは民進党という党が27日に決闘されるということでございますので、今後の動向ということについては十分注視をしていかなければいけないと、で今、この段階でそれが選挙にどう与えるのか、政局にどう、政権運営にどう影響を与えるのかということは、なかなか予断を持っては言えるような状況ではないんじゃないかと。今後の民進党のですね、党運営というものをしっかり見守っていきたいというふうに思ってます。私はほとんど存じ上げてないので、評価を申し上げるような材料を持ち合わせておりません。これは民進党としての、これはマスコミ事例ですので、実際どうなるかということも分かりませんので、なんともコメントのしようはありませんけれども、私の現状認識はそういうことでございます。同日選というか、衆議院の解散・総選挙は、これは総理の専権事項ですから、私はそのことについて申し上げるのは控えさせてもらいたいと思ってますけれども、
選挙制度はですね、これはこれまでの経緯があって、調査会を設置をし、そしてその答申があって、今、議長のイニシアチブの下でですね、合意形成がされているわけでございますので、私どもとしては、いずれにしても、この国会できちっと成案を売るべきであるという立場で、これに臨んでいるわけでございますので、それ以上のことはございません。はい、どうぞ。国会の事故調が国会の中に検証機関を作るという提言をされていることは承知しております。非常に重要な提言だと思いますので、ここは国会の中で我々としてはそうすべきだと思ってますし、ぜひ協議をしていかなければいけないという課題だと思っております。からこれまで、政府の調査委員会やりで、また国会の事故調等でですね、さまざまな検証作業を行われているわけでございますけれども、自民党は自民党として、特に政権与党としてですね、政権運営に責任を持っているという立場から、検証されるのであればですね、それはそれで意味のあることだと思いますし、できるだけ今後の政権運営の中で、こういう危機的な状況が生まれたときに、どう政権として、また与党として対応するかということも含めてですね、ぜひ客観的なといいますか、今後に資するような、もしやるのであれば、そういう検証作業をしていただくのがいいんではないかというふうに思います。そうですね、議運の場ということになると思います。ちょっとそこはどういう場がふさわしいのか、ちょっと事故調がどういう経緯で作って、どういうふうに議論がされて、その答申をどういう形で受けたかということをもうちょっとよく確認をした上で判断しなければいけないと思います。はい、自民党のですね、大西議員がフリップの会合で、北海道北部の補選の応援に現地に入った際に、神社の御子さんからですね、自民党があまり好きじゃないと言われて、この御子さんのくせに何だと思うかと発言したということで、自民党内から通社発言の間からの批判の声が出て、こういった発言がまた止まらないことに。発言の背景はよく分かりませんけれども、いろんな人にですね、やはり自民党であれ、公明党であれですね、よく理解をしていただくというのが、我々の国会議員の基本姿勢であろうというふうに思います。本当におっしゃったかどうか分かりませんけれども、あまり好きじゃないからけしからんというのは、国会議員の立場としていかがのものかなというふうに思ってますし、自民党内で、こうしたことについてはきちっとですね、対応されていると思いますので、引き続きしっかりやっていただきたいと、そういうことだと思います。はい、どうもありがとうございました。